レンバチニブは、エーザイが開発したマルチキナーゼ阻害薬であり、様々な癌の治療に用いられうる。ビグフル2キナーゼ及びビグフル3キナーゼを阻害する。商品名レンビマ。開発コード E7080。放射性要素による治療に抵抗性の甲状腺がんの治療薬として、希少疾病用医薬品に指定されている。 根治切除不能な甲状腺癌連発2部は2006年に大 I ・ I 臨床試験で有効性が示された後、肝細胞がん、甲状腺髄用がんなど、いくつかの大2 i 臨床試験が実施された。放射性要素治療抵抗性の文化型甲状腺癌に対する大3 i 国際共同臨床試験が実施され、無造惑生存期間の有意な延長が確認された。 この結果に基づいて、日本で2018年6月に、米国、欧州で2014年8月に承認申請された。日本では2015年1月に、役職審に承認了承された後、2015年3月に、厚労省に承認された。米国では2015年2月に承認された。扁平上皮細胞癌を除く、必小細胞肺癌を対象とした第一。 通愛印象試験の結果、登録患者の67%に全生存イベントが発生した際に実施された使用解析結果では疑悪を対象として優位差を示すことができなかったが、登録患者の90%にイベントが発生した際に実施された探索的解析では優位差がついた。治験時に見られた主な有害事象は高血圧、下痢、食欲減退、 体重減少、大きであった。ありがとうございます。